イギリスにはフットパスという運動があって、えー、300いくつ400近い、えー、ウォーキングのコースが用意されているそうです時期によって歩くコースが変わるわけですねここはコスモス街道だとかここはアジサイロードだとかまたお寺も違うし、えー、そこ行った時に、えー、休憩するあのお茶を飲むところも変わってくるわけですそこに行くと QR コードがあって その土地の説明も出てくるしまたそこの偉人賢人歴史上の人物の説明が動画で出てくるそれも多言語で出てくるとこんなことを NPO 地域創生機構という東京に本社があるんですけど三重県でも広めてほしいというのでこれが三重県です三重県には熊野古道だけじゃなくてここに書いてある19の街道があるわけですね えー、高速道路で点と点で旅行するのもいいんですが、えー、これからのこの段階世代は69から70です、えー、この人たちは時間がたっぷりあります、えー、少しお金もありますその人たちが、えー、おまけの一泊という要するにどっかテケテケ回りながら、えー、その日は外で食事をして予約してある旅館に行くと全泊が素泊まり料金で泊まれる。 次の日はその周りをゆっくり見て帰るという1泊2日の今までのプランを2泊3日にすることによって地域に落ちるるお金が変わわってくるわけです。今回は三重県を中心に仲間が集まってますけど今小流道という富山県石川県福井県岐阜県滋賀県長野県静岡愛知三重とこれが各県ごとにまた各街道ごとに え情報が集まることによって次の展開ができることを考えてます例えばお城シリーズはドローンで空中散歩ができたらどうだろうとかそして作り酒屋さんに行ったらそこのお酒を使っている飲食店がその周りで出てくるとかっていうことも彼らと一緒に今進めてます NPO 地域創生機構というのはインバウンドと それからこだわりの産直通販をやりたい地域の仲間たちが集まって運営をしていっていくそんな形を私たちは増やそうと考えております。